第18回参議院議員通常選挙は1998年7月12日に日本で行われた国会議員の選挙である。この選挙から投票締め切りが18時から20時に延長された。第2次、橋本改造内閣は選挙直前の5月に離党議員の復党などで衆議院での自民党の単独過半数を回復したことから社民党、 新党先駆けとの連立を解消していた。前年からの景気減速は顕著なものになっており、失業率の悪化や金融機関の破綻などの事例などから、従来の財政再建路線から景気対策を重視するようになりつつあった。自民党は、工事前は70議席を超えて勝利すると予想するもの、工事後のメディアの情勢記事では、 現状維持か少し上回る60議席台前半と推測された。また7月7日付の長官で各市が報じた内容は改選数61はまずその程度は確保できそうだというものだった。しかし、首相、閣僚の高級減税に関する発言が迷走したことから支持率が低下したことや、 選挙区で二人擁立しての友倒れが続出したことなどから自民党の獲得議席は17議席も減らす44議席と惨敗を喫し、橋本は敗北の責任を取って退陣した。その一方で民主党が27議席、共産党が15議席を獲得するなどの検討が目立った。第2次、橋本改造内閣自民党民主党公明。 社民党共産党諸派無所属自由党繰り上げ、当選補欠選挙自民党民主党公明共産党、自由党社民党繰り上げ当選全員が落選し、国会の議席を失った。ありがとうございます。